どこや。もういいか。で指示してください。バカ。そこ俺の場所だろ。ああもういい。カチンコ貸せよ。貸せよ。お前もう外出てろ。よーい。シュート。まだ見ぬ果てはどんな。転んでもただで起きないじゃなくて、ただで起きないために転ぶ。自主映画を映画館で描けるって確かにいいかもな。いやピンクもさ才能の宝庫なんだよ。自分の中にあるものをこうドバーンって出す何か見つけないと。私に何て言ってほしいわけ。何があったか知らんなら何も言わないで。あんたお父さんに何言うの。敗者復活でいいじゃない。ほら少年飲め。期待するぞ。よーいしょ。映画って簡単じゃないんだよな。ゆけゆけ二度目の処女の方が良かったんじゃねえか。いいんですよ、この三本僕大好きなんですよ。あーでも入ってねえじゃねえか。これからですよ、これから。はい、皆さんこんばんは、政治学者の白井聡です。3月13日、エアレボリューションの、3月第2回目の放送を始めさせていただきます。本日の特集はですね、3月15日、つまりあさってですけれども、あさってから公開が始まりますこの青春ジャックというですね、サブタイトルが止めるか俺たちを2と、この映画があの明後日から公開がされるんですけれども、この映画でですね、監督を務められました井上順一さんに、ゲストとして今日はお越しいただいております。この井上監督と私の付き合いっていうのは実は結構あの長くて10年近くぐらいにあのなるんじゃないかなと思うんですけれども、これまでですね、そのお仕事を拝見していて、もちろん大変映画に真摯に取り組まれる、監督だということはこう存じ上げていたわけですけれども、今回ですね、出てきたこの青春ジャックという作品は、なんというかな、これまでの私の知っていた井上監督の作品世界とはちょっと違う世界というのが展開されていて、でその世界がですね、もう本当に誠に素晴らしいというのが私の本当に率直な感想であります。で今日その中身についてはですね、あの井上監督自身からあのたっぷり語っていただきたいと思っておりますけれども、この映画のですね、舞台は1980年代なんですね。かなりこの映画はあの井上監督の、あの自伝的な要素っていうのを含んでおります。で80年代、まあ、私は1977年昭和52年生まれなんで、子供時代を過ごした時代ですけれども、まあ、その時代の空気みたいなものっていうのはあの知っているつもりです。でだからこの映画を見るとですね、何とも言えないこう郷愁ノスタルジアですね、強烈に感じました。で、他方でこの今の日本の世相としては、まあ89年に昭和が終わるわけですけれども、あの今時昭和かよみたいなね、つまり昭和的なものっていうのはやっぱりその古い、ダメな日本というものを語る時の記号として、昭和的なものっていうものがあの語られたりするという文脈も一方ではあるわけです。でこれを一体どう処理したらいいのかなとかね、あるいはどう折り合いをつけたらいいのかなってなことを、まあ、私もしばしば考えるんですけれども、でもその時に、まあ、非常にまあ否定的なレッテルとしてのね、昭和的なものっていう
ふうに言われがちだけども、その裏側というか、そのそれに覆い隠されちゃってるものって何だったんだろうと。あの時代のまあ疾走感みたいなものもあるし、爽やかさもある一方でウェットさもあるし、バカバカしさもあるし、一方で深刻さもある。そんななんていうかね、いろんなアンビバレンツなものっていうのがたくさんあったんだっていうことがですね、この映画を見ると非常にもうビンビンと伝わってくるなというところがね、まあこの映画を見ての私の、あの本当にすごく感動した部分でした。ですから、あの明後日から公開ということですけれども、ぜひ皆さん、あの劇場に足を運んで見ていただきたいなと思います。で、今日はですね、まあ、あのこの映画は主演、あの井浦新さんがあの主演を務められましたけれども、あの本当にもう熱演っていう感じですね。で、井浦さん以外 の、 あの 役者さんたちもあの多数もちろん出ておられますけれども、もうみんなそれぞれに、まあ、素晴らしい持ち味を発揮しておられて、で、まあ、こういう形でみんなの持ち味をこううまくこう引き出したあの井上監督の仕事ぶりにもですね、今回私は非常に感銘を受けた次第なんですけれども、今日はあのぜひ存分にですね、この映画をめぐって語っていただきたいというふうに思っております。どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。改めまして、司会は長です。番組の方はですね、月に3回配信をしております。番組の案内画像出ますでしょうか。月額770円頂戴して独立して頑張っております。番組最後までご覧いただくには会員登録必要になりまして、会員登録をしていただきますと過去のアーカイブもですね、見ていただけますので、ぜひとも今日も会員登録していただいて最後までと、よろしかったら過去の配信も気になる作品配信どんどんチェックしてください。よろしくお願いします。さあ、それでは、すみません、ちょっと一つ言い忘れました。はい、青春ジャックのですね、はい、あのパンフレット、パンフレットにちょっと私、文を書かせていただいたんで、はい、ぜひ、パンフレットも買って読んでね、ですね、ということでございます、はい、そちらもよろしくお願いします。さあ、演者の皆さん紹介していきます。レギュラー出演陣も一方は作家の島田雅彦さんです。こんばんは、よろしくお願いします。こんばんは、よろしくお願いします。島田さんと監督は実は初めましてでもないんですか。どっかでお会いしたりはしてるんですか。ええ、まあ、若松さんもよく飲んでくれていた新宿2丁目のね、バー、はいはい、で、はい、お会いしてるはずです。なるほど、ね、ということでございますけども、まあ、今日はまた有料パートに入ってからさらにエンジンかけていろんな青春爆裂トークもしていただきたいと思います。まあ、80年代にデビューしてますからね。そうですよね、まさにね、ただ中にいましたので、この映画の舞台をやってる時代、まあ、真っ只中にいました。そうなんですよ。だからさっき白井さんもありました通り、80年代論もできると思います、昭和論もできると思いますが、この中ではあとはね、その映画という文化についてとか、うん、それからまあ若松さん論も入っておりますので、その辺もたっぷり今日はお話を聞いていきます。さあ、お待たせいたしました、今夜のゲストは脚本家で映画監督の井上順一さんです。どうぞよろしくお願いします。素晴らしい映画の完成、お疲れ様でございます。ありがとうございます。白井さんとは結構じゃあ古い仲です。もう10年ですね。まあ、大地を受け継ぐという福島の農家のドキュメンタリーを撮ったんですけど、はい、その時に、まあ、福島の農家の方の話を東京の学生が、うん、聞きに来るっていう話で、はい、そのバスに一緒に乗って福島にいらっしゃった。なるほど。それが2014年の5月だったんで、うんうん、もう本当に10年だな。10年という、監督のプロフィール画像出ますでしょうか。今日ですね、まあ、その映画を紹介していくと、もれなく監督のですね、今回自伝的な作品ということで、監督がその、まあ、小さい頃というか学生の頃いかにとんがってたかというところも話には出てくるんですけども、1965年の生まれでございます。もうね、学生の頃から若松監督に憧れ、そして、若松プロダクションで助監督を務めたということで、以下経歴の方が書いてございます。まあ、監督業だけではなくてですね、まあ、最近で言いますと、森達也さんが福田村事件のプロモーションでこの番組に来ていただきました。そちらの方の脚本もご担当なさっているということでございます。今回が最新作の監督であり脚本も書かれているということになりますが、さて、お話をしていく前にですね、まずアンケートを、監督の方に2つ今回は考えていただきました。まあ、時代がですね1980年が舞台ということになるんですが、そもそも皆さんが
質問出ますでしょうか。はい、お願いします。タイムスリップして戻れるとしたらどの時代がいいですかね、ということなんですね。はい、明治大正、そして昭和は戦中戦前、そして1950年代60年代70年代今回の映画の舞台となっております80年代90年代00年代ということになるんですが、これ白井さんちなみにどこに戻りたいですか。難しいですね。また何歳で戻るかっつうのもありますからね。まあね、確かにね。まあでも今のまま戻るんじゃないですか。分かんない、今の年齢で戻る。分かんない、どうなんだろう、どういうことなんだろう。とりあえず今で今の年齢で戻れるとしたらどこ行きたいですか。どこかな。やっぱ80年代ですかね。80年代ですか。景気がいいですからね。あ、なるほどね。あ、それこそ学生運動一番盛んな頃に戻って。いや、多分そうすると死ぬかな。なるほど。これ島さんな戻りたいです。まあ、どの時代も、ね、野蛮だったなという、ね、ネガティブなイメージもあるんですが、はいはい、まあ、しかしその日本映画黄金時代のね、あの雰囲気っていうのをこう、まあ、小津とかね、あの成瀬とかの映画見てるとね、ちょっとすごいノスタルジーあるんで、60年代っていうのは戻りたいかな。ね、ただ大正時代にも生きてみたかったなとも思う。なるほど、大正デモクラシーでございます。監督ちなみに戻れるとしたら、まあ、本当にあの60年代に戻ると殺されるかもしれないし、ね、まあ、絶対ね、やっちゃうけれど、まあ、この年で戻るならまあそのことはないかという意味ではちょっとまあ60年代見てみたい気はしますね、やっぱり。そうですよね、まあ、生まれたのが60年代ですから、まあ、いわゆる物心はついてない、ね、何もついてないんで、まあ、それとやっぱり島田さんと同じで大正時代はちょっと見てみたい、見てみたいなという大正デモクラシーちょっと味わいたいですね、ちょっと。 なるほどね。さあ、皆さん、ユーザーの皆さんどうなんでしょうか。アンケートの結果見てみましょう。皆さんはこんな感じでございます。じゃん。いや、どこなんでしょうね。今ね、工藤勘さんのドラマでね、80年代なんでね、はいはいはい、そこでやっぱり60年代が多いんだ。多いっすね。60年代が大人気や、はい、60年代が 33.3%、ね、視聴者の皆さんの年齢からすると、うん、あの妥当かなと。そういうことかもしれません、ね、90年代が0で0だね。0で00年代が10、うん、それぞれ皆さんいろんな思いがある。90年代なんて今から見ると全然いい時代ですよ。今から比べるかもしれないけど、本当にね、ここまで日本がね、ダメになってみるとね、90年代ですら輝いてる気がいたしますが、さて、もう一問、監督の方に質問作っていただきました。2問目はこちらになります。今回のですね、映画の舞台となっております80年代、まあ、80年代もうすでに物心がついているという方も、まあ、それからまあいろんなですね、映画や音楽などを通して80年代を疑似体験されたという方も多いかもしれませんが、80年代についてどんな印象を持っていますかということです。今日は80年代昭和論もぶちかましていこうということなんですが、ふざけてる、自由、人と人との距離が遠い、あ、ん、遠いでいいのか、近いと書きたかったのかな。近いか、近いですね、ごめんなさい。はい、人と人との距離が近い、5色でございます。そして野蛮、ダサい、イケてる、軽薄、クソ、ノスタルジーに興味はないということでございます。すみません、3番だけが5色で、人と人の距離が近いということですね。皆さんどんな印象なんでしょうか。80年代まだ生まれてないという方もユーザーの方にはいらっしゃるかもしれませんが、疑似体験も含めまして皆さんの印象を教えてください。さあ、結果の方を見てみましょう。どうなんでしょうか。結果はこちらです。じゃん。さあ、アンケートの結果お願いいたします。おー、出ましたね。軽薄が一番多いですね。軽薄と自由が並んでいい。全く同じなんだ。あ、そうですね。あ、まあ、結構ばらけてますね。うんうん、まあ、やっぱりこう自由なんだけど軽いなっていうことなんですかね。まあ、女子大生ブームがあったり、ディスコが流行っていたり、だからそういうようなイメージ、お立ち台とかそういうイメージがあるのかもしれません。さて、それではですね、まあこんなアンケートをベースにしながらお話を伺っていこうと思うんですけども、改めて監督、今回のね、まあ映画、さっき予告編を見ていただいたんですが、ちょっとどんな映画なのか、イントロダクションの画像の方出ますでしょうか。こちらを参考にしていただきながら、監督自ら、まあもう一度、こちらですね、はいはい、こちらが今情報になりますね。もう一個出ますか。すいません、もう一つの
よいしょ、出ますでしょうか。はい、こちらですね、イントロダクションを書いてありますが、すみません、映画はまだね、公開前ということなんで、はい、ネタバレしない程度にといいますか、どんなお話かユーザーの皆さんに説明をしていただいてよろしいでしょうか。はい、まあ、83年に若松浩二という監督がですね、まあ、この人意外と政治的な映画ばっかり撮ってきたんで、なかなか自分の映画の上映場所に困ってですね、うんうん、自分の上映、映画を上映する映画館を持ちたいんだと、名古屋にまだミニシアターという言葉はまだなかったんですが、シネマスコーレという映画館を作るんです、はい、まあ、そこに、その映画館がちょうどですね、レンタルビデオ屋が出てきて、うん、名画座としてスタートするんですが、もう全くお客さんが入らないと、そんな中にその映画館に、まあ、吸い寄せられてくる、映画をやりたいけど何を映画をやりたいけど何を書いていいかわからない、撮っていいかわからないという若者たちの、まあ、笑いと笑いの悪戦青春群像劇ですね、単純に言えば。そういうことですよね、はい、簡単に言えば、はいはい、まあ、当然のごとく今回、由良さんが演じるのがこの若松浩二監督で、はい、まあ、主役の一人でありますが、はい、まあ、もう一人欠かせられるのが実は井上監督ご自身ということで、はい、まあ、監督がその、愛知の犬山市というところで、岐阜県との境です。境ぐらいですよね。境ですね。あそこからつまり市内まで通ってたってことですか。まあ、そうです。まあ、特急に乗れば30分ぐらいなんですよ。だからそんなに遠い感じはないんですけど。なるほど。うんうん、いや、岐阜と名古屋も30分ぐらい。そう、まあ、そうなんですよね。実は岐阜と名古屋もそう、その30分ぐらいなんです。そういうことですよね。まあ、そしてもうとにかく若松監督の大ファンで、はい、まあ、直訴して弟子にしていただくというところも描かれてはいるんですけども、はい、今回の、ね、作品を作ったそもそもの経緯を聞いてみたいんですけど、もともとこの青春ジャックっていうのは1がありました、はい、1があって、それはだから若松プロダクションを舞台にした。そうですね、69年から71年までの話です。の話ですよね。まあ、だからその若松プロが全くこう激動の時代と並走しながら、はい、ピンク映画を量産してた。うんうん、そこに、まあ、若松プロがある種若者たちの量産箱になってた時代の話ですよね、はい、で今回はその第2弾ということで、はい、第1弾は監督はまあ脚本で作家なさってたんですけど、はい、今回第2弾をまあ監督プラス脚本 で、はい、でしかもまあご自身とその若松監督との出会いというのを一つの焦点にした、はい、この経緯っていうのはどんな感じだったんですか。これやっぱり1の時によく2は作らないんですかって言われたんですよ。だけど全く作る気なくて、もうあの時代に勝る時代はないからね、もう絶対これはできませんよ、もう絶対かなわないしってずっと言ってたんです、はいはいはい、それがですね、まあ、コロナになってミニシアターの危機が叫ばれて、うん、そのシネマスコーレのコロナ禍に密着したドキュメンタリーができたんですよ、うんうん、でコロナの、シネマスコーレを解剖するコロナなんかぶっ飛ばすというタイトルで、でそのパンフレットに、シネマスコーレの試合人の木俣淳二さんから原稿書けって言われて、はい、まあ、今みたいな話を書いたんです。2はできないと思ってたけど、もしかしたらこのシネマスコーレがねできる時の話を書いたらそれが2になるんじゃないですか。で、まあ、その映画の中で、まあ、木俣さんがそのなんかどこかコロナを楽しんでるわけですよ、うんうんうん、で一番楽しんでる、そう楽しんでる、一番象徴的だったのは宮崎キネマというその宮崎のミニシアターが、その入場者に名前と連絡先を書かせるっていう法が入るんです、はいはいはい、木俣さんに、はい、木俣さん激怒するんですよ、はいはい、でもそんなそこまではやりすぎだと、うん、もし映画館がそんなことやっちゃったらこれから、居酒屋ライブハウスカラオケとどんどん密になってってそこも全部やらなくちゃいけなくなる、おおと思って、もう木俣さんその仲間だとは思ってたけど、うんうん、まあ、映画館監視と一応実作者なんでその同志と思ったことはなかったけど、それ聞いて結構同志じゃんと思ったんですよ。で、あ、それもちょっと面白いなと思ったんですけど、その時最後にタイトルは止められるか木俣をですっていう、もう 100% 冗談で、 100% 冗談ですよ本当に。そしたらまあ意外とその面白いじゃんみたいな声が聞こえてきたのが、まあちょっと言ってだけど、それも結果そのシネマスコーレ界隈だけだろうと思ってたんですが、一方でそのさっき言ったそのコロナでミニシアターの危機がなった時に、まあ多くのミニシアターを主戦場にしている映画人たちがセーブ・ザ・シネマっていう試みやったり、まあ僕はそのさっきの森達也さんと僕の脚本の師匠である新井晴彦さん、それから一の監督である白石和也さんと僕で4人でミニシアター押しかけトーク隊っていう、自分の映画じゃなくてもリモートで勝手に語るっていうことをやったりしてたんですけど、そういう時に
映画の作り手たるものね、本来なら入る映画を作ってそれでミニシアター支援するのが一番本筋なんじゃないかって言われたわけです、うんうんうん、まあそういう批判するやつって大抵何もしない人なんですけど、それでもやっぱり痛いわけですよ。でミニシアターの危機って実はコロナで始まったわけじゃない、顕在化しただけでその前から入らなかったので、さらにまあコロナで一気に配信が伸びて、そのレンタルビデオ屋で苦しかった時代と今のコロナで苦しかった時代ってどこかダブるんじゃないか。で、うん、それでまあその時にどうやってそこを乗り越えて、まあ、40年も続けてるわけなんで、そういうことをやって、さらにこれがちょっとお客さんが入ればそれこそミニシアターのね応援歌、さっきの批判に応えられるんじゃないかと思ってちょっとやる気になっちゃったんですでしかもその、コロナの時に AFF アートフォーフューチャーっていう助成金が600万あって、あこの年はもう2翌年だった 1年2年目だったんですよ、はいはいはい、で1年目にシネマスコーレが取ってないっていうんで、その助成金を、うん、じゃあその600万に木俣さんと僕で200万ずつ出して1000万ぐらいで取るみたいな、まあ、安易なノリだった本当に安易なノリだ、もう若松プロらしい安易なノリ確かに取っちゃうっていう感じだった、取っちゃうみたいな。でまあ脚本をね僕が書けばタダなわけですよ。なるほどなるほど、確かに。もうまあ書こうかと思って、まあ自分で書くから別にプロットも作らず、はいはい、箱っていうかね、その構成も立てず書き始めたんですけど、うんうんうん、木俣さんって、まあ、映画見てたら分かりますけどポヨーンとした人なんですよ、はいはい、でね、なんでかっていうとこれね、全国のミニシアターほぼほぼ支配人みんなポヨーンとしてる、ミニシアターあるあるなんですあるあるで、なぜかって言ったらもう映画が好きでだけで経済的には苦しいことをずっとやってるわけだから、なるほど、これねキリキリってしたらやれないんですよ。ああそうああで、ね、ああみんなポヨンとしてるけど、ああ木俣さんはその中でもラスボスみたいにポヨンでドラマって、まあ、対立と葛藤じゃないですか、はいはい、木俣さんに対立と葛藤がないんで書けないんですよ、ドラマが。なるほど。でもうちょっとこれは仕方ないんで、もう本当に苦肉の策ですよ、本当に。だけど、まあ、自分の話をちょっと入れるしかないなと思って、まあ、あの恥を忍んでというか、というかやっぱり自分の話が面白いとはやっぱりずっと僕は思えなかったんで、つまんない人生だなぐらいに思ってたんで、まあそれで入れることになって、しかも一作目を全員実名でやってるんで、もう今更自分だけ仮面にできないみたいなんですよね。そう、完全にそういう感じです。そうですね。もうそれは本当に嘘偽りなく そんな感じです。あれはあれなんですか、まあ多少は思い出バイアスは入ってるかもしれないですが、基本的にはあったことをベースに書いてる。まあ基本的にはほぼほぼ事実っていうことですよね。はい、あのまあね、監督と出会って監督 の、まあその弟子になる瞬間っていうのも非常にこう印象的なシーンだったりはするんですけども、うん、ちょっとせっかくなんでお二人ももう事前に映画を見ていただいてますので、はい、まずは今回の作品の評を聞かせていただきたいと思います。白井さんいかがですか。いやだからある意味でこれはあの井上監督の私小説的なあの部分っていうのがこうあるわけなんですけども、まあ要はその若松浩二さんが作ったそのシネマスコーレに高校生だった井上さんがもう通うわけですよね。もう通いまくってでこうで映画を見に行こうっていうことをネタにしてなんか女の子を口説いたり、うん、してるというね、うん、そういうまあ青春あるあるな話だけど、それで映画の見過ぎで案の定大学受験に失敗し、それであの名古屋といえば河合塾ですから、そうですね、その河合塾にで浪人するわけですよね、はい、でまあ、今回実はだから河合塾を舞台にした予備校文化っていうのもすごく大きなテーマになってるんですよね。ほんでこうしかしまあ予備校生のくせにまた相変わらず映画ばっか見てって、でついに機会を捉えて若松監督が名古屋に来たので弟子入りさせてくださいって言って、もうなんつうかもう押しかけ女房みたいな感じであの弟子になっちゃう、はい、でまあ若松監督からはまあとりあえずあの大学にはあの入れみたいなこと言われて、うん、で、早稲田大学の、大日文学部ですよね、はい、浪人して入って、でそれで大学に通いつつこう若松さんのところでアシスタントみたいなことをやるんだけれども、これがもう
ヘマの連続そうですよ、ね、連発して見てて気の毒になるぐらいしくじってるんですよね。ことごとくしくじってるんですよ。若松監督激怒と、蹴りとかやられるんですよ。もうね、もう今日で言えばもうパワハラ、ですね、不適切にも程がある指導を受け、はい、でついにはもう方法の手でその二十歳ぐらいですか、若き井上純一は方法の手で愛知の実家に逃げ帰ったりするわけだけれども、そこでまた素晴らしいのは若松監督はわざわざ名古屋へやってきて、そう、ね、まあ連れ戻しに来るわけですよ ね、 そうなんですよね。あの辺とかがやっぱ本当にね、人間っていうのがいた時代だなってことを改めて思い出しましたね、うん、確かにね、今だったら携帯で電話とかね、まあそんなことになるのかもしれませんが、てか来ないんじゃねえかな、だまあね、もう、そうですね、もうあいつは逃げ出したおしまいみたいな、確かにわざわざ来るというね、そう、だからこれなんか面白いのが井上監督からの目線でも見てるし、こう若松監督からの目線で井上監督を見てるのも、うん、またそれを井上監督が客観的に書いてるという、うんうんうん、あの時のあの蹴りはこういう意味だったんだ、うん、みたいなすごいド M な見方もしてて、そこもまたなんか愛が触れるなという感じがするんですけど、島田さんどんな風にご覧になりましたか。はい、まあ、私小説っていうのはね、まあ、日本独自のものとして定着はしてるんですけども、この映画版たる私映画っていうのは果たして類例があったかなっていうことをずっと考えてたんですけれども、日本だとちょっと思い出せないんですが、フェデリコ・フェリーニがね、うん、アマルコルドっていう、これまたちょっと自伝的な要素っていうのは、まあフェリーニ自身も映画中映画みたいな、うん、まあ、ある種のメタ構造をすごく好きなんですね。で、まあ、自分がこの次の映画何しようかと思って、うん、もう思い悩んでいるそのプロセスを映画にしてしまうみたいなこともやってますし、8か2分の1だったかな、はいはい、で、まあ、もっと私映画的にアマルコルトっていう、まあ、映画少年として駆け出しの頃のことをその描いていると、まあ、だからフェデリコ・フェリーニが出てくるんですよね、うん、まあ、そういう映画撮ってるなということは思い出しながら見てたんですけれども、まあやっぱり83年にその名古屋にキネマスコーレですね、あれができて、で私がちょうどその年にデビューしてるもんですから、ああこの時代かと、うん、まあ、その支配人になった人が、まあ、最初はビデオのセールスマンということで、まだでっかいビデオをね、これからどんどん売っていくぞみたいな時代ですけれども、まあ、確かにあの頃にようやくレンタルビデオショップっていうのが街中にできると、うん、物まねずらしさも手伝って、まあ、すぐ買いになって、うん、でまあそれまではね、テレビのテレビ東京でやってた昼の、はい、映画とかですね、はい、あるいは深夜のテレビの、はい、映画とか、そういうものをこう見ながらどんどん増やしていった。まああとはだから名画座に通って、それで自分の見る映画のレパートリー増やしていったっていう時代ですから、このレンタルビデオショップ自体はまあ画期的だったんですけど、まだまだ料金高くてね、うん、それからまあ、ビデオ出たてでまだまだベータか VHS かの大論争が起きてた時代ですけど、まあ VHS が勝ちますけど、まあそれをね、ビデオ1本だって1万9800とかしてた、してた、だこんなこんな時代なんでね、だからまだ本当に学生でたくさんこれから映画も見ていかなきゃいけないっていうような時期には、確かに熱心にミニシアターも含めて、あと自主上映館とか結構通ってたなーなんていうことをこう思い出しながら、うん、で実は私も大学入ってからですが、うん、一応映画を作ろうと思ったことがあって、そうなんですか。それでまずみんなで金出し合って、うん、ヨドバシカメラ行って中古の8ミリカメラ買ったんですよ。でそれでまだまだね、1本3分でしょ、8ミリ、はい、で、あれ現像代もかかるからね、まだ結構コストかかるんですけど、例えば15分の映画作るのにやっぱり結構金かかるんですよ。だから無駄に撮れないしね、何回もリハーサルやってからしか回さないとかね、うん、そんなような今だったらもうスマホで全部撮れちゃうわけですよ、ハイクオリティの絵とかね、
まあ、そんなあの時代にもうほとんど手探りでやってたので、まあ、ある種 の、 その井上監督があの体験したような形でね、でっちに入るっていうか、あのその徒弟制度、うん、あの演劇界とか映画界は残ってましたからね、うん、まあ、文学界はもうなかったけど、うん、あのまあ、大正まではあったでしょうけど、そうやってまあ飛び込んで弟子にしてください的にね、でそこでまあ一種の武者修行的なことがあの起きるという、でそのまあある意味あの、まあ、一番いい時代なのか、あるいは最後の方の時代なのか、あの、はい、まあ、その映画界の、まあ、当時のね、あの様子っていうのはすごいビビッドで、あの面白かったです。それからあのまた演技陣がいろんなあの隠し玉出してきてるなっていう感じ。確かに。特にまああの井浦さんがね、はい、あの大河ドラマとかだとなんか気取った貴族とかやってるけど、今あのなんか元々なんとかあのこの間のね森監督の映画でもなんかちょっと、はい、あのひ弱なインテリ風の役だったけれども、はいはいはい、これも完全にもう憑依してる。若松さんですね。若松さんに憑依しちゃって。若松さんにしか見えないですよね。ずーっと前編で口への字にしてあの鉛で喋ってるでしょ。だから本当に傷しな感じでね、良かったし、あとねこのイケメンの東出さんがね、まあ、ちょっとあのわざとこう猫背にして ね、で当時のなんかダサい髪型にしてね、はいはいはい、で腰の低い映画支配人、映画館支配人とかやってて、それがまたなんかいい味出して、ね、いい味出してて、うわこういう引き出しも持ってんだと思ってね、その辺すごく感心しましたよ。なるほど。ちょっとキャスティングもお伺いしたいんですが、まあ、若松さんはもう、井浦さんは前作からもう、そうですね、もうこれ以外にもそれは、白石和也から最初に止められか俺たちをやろうって言われた時に、まず若松さん誰にするって言ったら、もう白石が断言しましたからね、まあ、新田さんしかいないでしょうから、それ以外で、だから最初は似ても似つかないからと思ったけど、うん、まあ、ちょっとびっくりしました。ただやっぱり一作目は若干モノマネ感あるんですよね、うん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 、でその一作目の時に、まあ、いわゆる足立正夫さんや、うん、あの登場人物たち、はいはい、僕たちがレジェンドと呼んでる若松プロ OB に、はいはい、一応こう脚本の意見を聞くっていう儀式をやったんですよ、うんうん、でそれまで個々人と話してて、まあ、これでいいんじゃないって言ってて、メイキングのカメラも入って、そしたら突然レジェンドたちが、足立さんたちが、俺たちはこんなもんじゃなかったとかめちゃめちゃ言うんですよ。クランクインの1週間ぐらい前ですよ。で俺たちはもっとねこうやって垂直にピッと立ってたんだみたいなこと言って、こんなんじゃダメだみたいなこと言って、僕はやっぱり自分で書いてるから反論できないし、白石も一緒に作ってるから言えないんですよ。じゃあそこに新田さんいて、すいませんちょっと言わせてもらいますけど、僕たちはモノマネ大会やるつもりはないですからってパッて言ったら、超かっこよかったんですよ。かっこいい、かっけえ。で映画見たらモノマネしてたというこっちがすごい、そうびっくりしたんですけど、ただあの時も見るとやっぱり、ね、目が似てるんですよ。うん、で多分新田さん、そのあの時42、3で30いくつの若松さん10年やってて、今度実年齢ぴったりやってるんですよ。なるほど。でまあ、2回目っていうそういうこともあるし、実年齢っていうこともあるんでしょうけど、本当に若松さんにしか見えなくなっちゃったんですよ、うんうん、だって僕その本番中ですよ、井上って怒鳴れるシーンで僕入って返事しました監督なんかスタッフが笑うんですよ。でえなんで本番中に笑うのって言ったら、井上さんいい加減にしてください今入って返事しました。若松さんにしか見えなかったなんか落ち着かない現場になりますね。もうすぐ落ち着かないんですよ。なんか監督2人いるみたいな気がして降りてきちゃった、降りてきちゃった。だからちょっと不思議でしたね、こんな風になるんだと思って。だからもう僕の演出とかじゃなくて、もう本当にもうそのままでした。井浦さんは生前の若松監督と交流ってあった？もう最後その連席以降は。そうですよ。そっかそっか。三島もそうです。三島もそうですし、長寿読まれたんですよね。そうです。やっぱり連席以降ずっと出続けたのは、あの新田さんだけなんですよね。なるほど。でしかも若松さんがそれまでは助監督と演出部と一緒に映画を作ってたのに、なぜか連席以降はその俳優部と一緒に作ることになれて、新田さんがその中心だったんですよ。じゃあそうなんです。まああとね、その三島の時にこれ有名な話だけど、新田三島の真似はしなくていいんだ、心を演じろっていう、なんかまあずっと
だからそのことが今回うまく、まあ、新田さんって本当に座長体質で現場も本当に気配ってやるんですけど、うん、ぴったりあったんじゃないですかね今回。いやもう本当ね、もうやっぱ新田さんがというか、あの新田さんが出てくると妙な安心感がある、うん、妙な安心感があるという感じでございましたけど、ちょっ と、9番という資料出ますでしょうか。改めてね、さっきから出てきてる年代一回整理してみたいなと思うんですけど、若松浩二監督年表ということで、若松さんが生まれになってから亡くなるまでのを本当に短い年表にしてあります。36年の4月の生まれになって、63年にデビューですね、はい。で、その後65年に井上監督が生まれになって、はい、でその年に若松プロができていると、はい、ちょうど若松プロが生まれ誕生のタイミングで監督はご誕生なさっているということになりますが、はい。まあ、さっきあの受験のね、そういう予備校なんていうのがありましたが、79年にこれ共通一次試験というのができて、まあ、いわゆるこう学力本位っていうんですかね、はい、みんないい大学に行っていい就職をすることが人生の幸せだみたいなのが、この辺からこう加熱していったような気がします。第一世代です。第一世代ですよね。そうですよね。で、まあ、映画の中でもいろんな監督の名前が出てくるんですけど、81年とかは黒沢監督が8ミリで撮って、ピアノフィルムフェスティバル、まあ、この辺もいわゆるインディーの、映画の立役者になっていったんじゃないかな、うん、はい。これが第4回ということになりますね。で、若松監督が82年に水のないプール、そしてこれとタイミングで、俺は手を汚すを、はい、これ語り下ろしの本です、ね、そうです。これも読まれて、まあ、これが大きかったですね。もう若松さん吹くわけですよ、はい、俺はもうこれだけ山本慎也からずっとこんだけ監督をデビューさせてやったって、それに騙されたんですよ僕は。いや、もう当時日活しか助監督取ってなくて、うんうん、で、まあ、日活だってロマンポルノでしたけど、見てると年に1人とか2人とかしかデビューしないわけですよ、うん、これじゃあ日活もし入ったとして何十年後にデビューできるのみたいなこと思ってたし、どっかそのやっぱりその時ですね、全共闘ブームみたいなことが起こってて、そういうことにも興味があったんで、なんか若松プロのね、ある種 の、 その政治的なことやってることとか、うん、まあ、いろんなことに、まあ、バカだから田舎の映画青年なんで、純朴な、騙されちゃったって、うん、なるほどね。ちなみに一番最初にご覧になった映画って何なんですか、人生で。人生で、はい、人生、若松さんのじゃなくて、いや多分東方のチャンピオン祭りじゃないですかね。だからゴジラとその兵でやってた何かのアニメだと思います。そこには別にものすごく心動かされたわけではないんですか。まあ好きでしたけど、夏休みとか何かあると映画見てたけど、まあそうでもなかった。まあ映画は好きでしたけど。なるほどね。やっぱり若松さんの作品がもう決定的に、いや、その前にやっぱり、中学の時に見た、いや中学の時、まあ田舎の優等生なんで試験の成績はいいけど将来の夢とか何もなくて、うんうんうん、こんなんただの記憶力がいいだけじゃんぐらいなことはやっぱり思ってたわけです、はい。でその時に、まあ、何本かの映画見て、なんかそれも映画監督だって思っちゃったんですね。ちょっとまあまあ、だから今思うと別に映画監督になりたい、まあ、この青春ジャックの中でもずっと一貫して描かれてますけど、映画監督になりたいと思っただけで、別に何か撮りたいものがあったり表現したいものがなかったりとかあったわけではなかったという。だからちょっとあんまりね大きい声で言うとだんだんその馬脚がいやっていうか、でもそれ本当に僕もパンフレットで書きましたけど、まあ映画のある意味とても主題的なとこだと思うんですよね。80年代ってもうすでに全部終わった時代だから、はい。で確かにその80年代にその表現者になるということは、じゃあ何表現するのと、これを表現しなければどうしようもないでしょう、これしかないでしょうみたいなものがもう成立しないわけですよね。でその中でじゃあ何やるんだっていうようなことって、多分島田さんも共通して持ってたこれ時代経験なんじゃないかと思うんですけど、もう全部終わった時代だっていう、うん、まあそれはよくわかりますね。まあだから、まあ、先ほども変な俗な言い方しましたけどね、日本映画の黄金時代みたいな言い方を、うん、まあ一応まあ私はだから1950年代と60年代前半までというふうにはなんか思ってて、まあその時代にやっぱり作られたものっていうのはまあ傑作が多いわけですよね。70年代とかに入ってしまうと
まあ、60年代 の, あの、まあ、後半ぐらいまでは、まあ、松本清張原作の映画とかで、まあ、今見てもまあまあいけるかなっていうのはまああるけど、あの日活アクションなんてももう終わってるし、で70年代入るとも う, もう日活もロマンポルノしか作らないというあの状態になっている。じゃあ、まあ同時代に日本映画をあの若い当時若い人たちが見ようと思った時に見るものがね、うん、ほとんどなかったっていう印象で、まあ一応私も、はい、中学高校の時は映画大好きでしたからあのいましたけども、やっぱりみんなあの外国のものを見ていて、で、まあ、唯一その日本映画で見てたのはやっぱり日活ロマンポルノなんですね、うん、で確かにそのあの井上監督は1年に2人ぐらいしかデビューしないっておっしゃってましたけれども、まあ一応そこを通ってね、熊代さんとかね、うん、あの日活ロマンポルノの傑作も作ってますけど、うん、あのまあ後々にね、その須藤監督とかね、うんうんうん、もうまた日活ロマンポルノからあのデビューしてるでしょ。でやっぱり時々ね、私のあの壺にはまる日活ロマンポルノありましてね、私が一番好きだった日活ロマンポルノは少女地獄っていう、うん、あの主演が飛鳥優子さんなんですけどね、このまあ夢の旧作原作の夢の旧作ですよ、ね、うん、この作品をですね、あのちょっとオムニバス形式で、あの描いたあの映画がありましてね、これは傑作だと思ってね、なるほどね、すごい印象に残ってますけどね。ちなみに今ね、その白井さんもおっしゃってた、はい、描くことがない、これはもうパーソナルの問題じゃなくて時代的な一つ大きな、それはすごくあると思います。僕なんかはね、その映画青年というよりもどっちかというとロック青年だったんですけど、うん、やっぱり60年代はウッドストックがあって、70年代にホテルカリフォルニアで、まあ、そのいろんなものの終焉が歌われて、確かに80年代の音楽っていうのはもうシンセサイザーでキラキラはしてるけどメッセージも何もないっていう、でもだからこそまあ軽薄みたいで、だからこそ大衆性を持っていろんな人に音楽が行けたったとも言えるんですけど、その辺でどんなふうに、まあ、本当にだって、フォークからニューミュージックに80年そうですよ、ね、70年代後半になって、はい、で YMO が出てきてみたいな時代ですからね、はい、まさにあのさっきのね、中にはキラキラとかダサいって言ったけども、あの時で三無主義だったし白木世代だって言われてたし、うんうんうん、だって高橋和美が僕たちに関わないってなんか生徒が言ったって文章だってもうそれ10年も前で、本当に焼け野原って感じでしたよ、うんうん、あの全教頭世代が好き勝手やって焼け野原っていうよりはなんかもうすでにあの祭りの後だったみたいな感じがずっとはしてましたね。 そうですよね。他方でその物質的にはね、まだまだ日本経済あの上向きっていうか、先進国の中で独り勝ちみたいな状態に、うん、なっていくわけだから、80年代の半ば以降バブルですから、はい、ということですもんね、物質的にはどんどん豊かになっていって、うん、あの日本すごいじゃないかっていう意識もあるんだけれども、他方でもうなんていうか、もう起こるべきことっていうのはもうすでに全部起こってしまったっていう感覚ですよね、うんうん、まあ、一応70年代はですね、アメリカのカウンターカルチャーの影響っていうのが、まあ、やや時間差を経て日本にも入ってくるので、うん、まあ、音楽シーンもその影響を受けてだいぶ変わっていったわけだし、演劇がまた変わっていく。でもちろん映画では若松さん、大島渚といった人たちがね、あの、まあ、その、まあ、言うなればカウンターカルチャー後の世界標準っていうのを、うん、あの目指すっていう、だからあのすごく限定的にはね、そういうその日本映画のムーブメントはあったはずなんですね。でそれがだからちょうどだからあの松竹とかあの東宝とかっていうメジャーの映画会社があの毎年ボンとあの暮れに打ち出してくるプログラムピクチャーになってからは、あと ATG とかっていうね、まあ 小規模予算のあの割と厚苦しいけど、うん、あの団塊の世代の方々が大好きなこの熱量の多い
あの青春を、まあ、描くっていうシリーズがね。80年代まだ ATG 生き残ってたんですか？ ATG はまだまだまだ全然かろうじて生きている小平次中川信夫だったりつって遠来とかもそうですね。そうですね。そうですね。かろうじて作ってました。まあ、だから原作もちょうどだから中上賢治とかね、あの立松和平とかね、ああいうあの、まあ、段階の世代の人たちの原作の映画っていうのが、まあ、あってと。でそれの後に80年代に入ってくると、まあ、途端にこの西部系の、あの要するにスキーとかあのあーあのビーチとかに、はいはい、あのガキどもを誘惑するとでその消費文化とあのナンパ文化っていうのをセットにして、ね、それでちょっとファッションであのもう少し上目指そうよ的な雰囲気の中であの、まあ、それぞれの行楽地に、うん、あの若者を、ね、誘惑するための宣伝映画っていうのを私をスキーに連れてって的なことですよね。ああいうものがまあなんかちょっとリゾートとセットになった形のがいっぱい作られていくっていう。あと角川ですか。あとは角川。角川が80年代中盤にやって、そっからその今みたいにフジテレビ映画に移行していくんですよね。そうですね。そうそうそう。そうかそうかそうか。そういう大きな流れはあるわけなんですけどね。いやただ思うのはその角川だってほらあれですよ。キネマの電池の原作が階段落ちするやつ塚公平、はいはいはい、あれとかだってテーマって何なんだっつうと、まあ、もちろんいろんな見ようがありますが、こう結局あれ映画っちゅうものに対する気違いみたいな愛でっていう話じゃないですか、うん、で今回もそのやっぱり再現されてるのは、うん、あ80年代ってのは本当にもうまだまだこの映画っていうものに対するもう狂った情熱っていうのがあったんだということがやっぱりすごくきちっと描かれてるなっていうふうに思ったんですよね。それは、まあ、まあ映画が好きだったと言われればそれまでだと思うんですけど、うん、そのまあ時代も含めて監督は何だったと思います？あのね、あのまあ映画のに対するハードルが高かったんですよ、うん、でまあ僕はその若松さんにシネマスコーレで会って、まあ、弟子に志願してちょっと映画の中であるんですけど、あの例えば地方に映画監督なんて今みたいに気軽に舞台挨拶なんて来ないから会えないわけですよ、うん、全く、うんうん、でさっき言ったみたいにスマホでも撮れないから8ミリとかある種選ばれた人たちしか映画も撮れないし、うんうん、さらに監督になっていくには一応助監督やって積み重ねみたいな、まずその映画自体のハードルが高かった。なるほど。もう作ってるものはつまんないもん作ってたんですよ、うん、もう終わったもの、うん、だからそれはありますね、その熱っていうのは。なるほど、うん、まあだからあのこの映画にもね、あの出演されてるあのあとなと最後の方に竹中さん、竹中直人、竹中直人氏も、まあ、ある意味学生時代にそういう8ミリで映画撮ってた、ね、あのジェネレーションで、で 彼は何撮ってたかっていうと、もう完全にブルース・リー あの模倣です、うん、彼自身がまだ毛がある頃で、うん、そうアチャーとかやってた美大ですもんね、うん、そうなんです で結局そのモノマネでブレイクするんですよ、ね、竹中さんはブルース・リーのモノマネで、うん、そうなんですよ。あのまああんまり話すとネタバレになっちゃうかもしれませんが、でもこの映画の中でね、映画って簡単じゃないんだよなっていう一言が、うん、まあ、本当にいろんな意味で物理的にもそうだし、はい、まあまあ、まずは一つそういう物理的に映画を撮るということがまず簡単じゃなかった、簡単じゃなかった、うん、さらにもう一個その描きたいものっていうその精神というかね、そっちの問題だけど、もう簡単じゃありませんでしたね。ですよね、うんうん、もちろんまあお金もかかるわけだし、うん、いくらビデオになったとはいえ、はい、ということですけども、でもその描きたいものがないというものの葛藤はこの映画の中でも本当に描かれているわけじゃないですか、はいはい、それは監督自身は 今の段階では逆にどうなっているものなんですか、そのあれですか。いや、未だに本当に描きたいものってなんだろうとはずっと思ってますよ。やっぱりこんな風な、これだってたまたまさっき言ったみたいに偶然が重なって自分のことなんですけど、そんなことが、ね、多分才能がないんだと思うんですけど、ポッポッと思いつかないし、あともう一個で言うと、その若い子たちの映画を、まあ、見ると本当にですね、まあ、生きにくいのはしょうがないで、だけどみんな大きなトラウマ持ってたり大きな喪失感から回復しようとしてるんですけど、うんうんうん、それが
ある時代のメタファーではどうも僕はない気がするんです。物語上の置き方で、うん、だからいつも見てて、うんうんうん、なんでこんなこの子たちいいな、こんな大きなトラウマあってこんな大きな、喪失感があっていいなみたいなことを思うんで、なんかねそういう嘘くささに対する何かはずっと思ってました。なるほど、うん、すごいわかります。わかりました。わかります。すごい思う。いや、はっきり言えば、うん、もうそんなのは定型化してるんで、うん、クソみたいに陳腐だっていう話だと思うんですよ。うんですよね、うん、まあね、今はね完全にそういう作品が本当に溢れてしまって、いや、そしてこれはどういう形でそれに対する反動がどういう形で現れてるかっていうと、言ってみればトラウマ持ってるもん勝ちになるわけですよ。私には、僕にはこんなトラウマあるんです、分かってくださいみたいな感じでやった瞬間に誰も文句言えなくなるでしょ。でそうするとその世にマジョリティと言われてる人たちはトラウマとかがないっていうことになってるわけじゃないですか。あなた方はそもそも有利なんだ、強者なんだ、トラウマなんかあるわけないでしょって言われて言われ続けて、しかしでもいや、じゃあみんなそんな楽しく生きてるかっつったら生きづらさ抱えてる人だたちだってマジョリティの中にいっぱいいて、その人たちが俺たちだって苦しんでるんだ、俺たちこそ弱者だ、弱者救えとか言って弱者男性とか言い始めてるっていうのが今の世相ですから、うん、マシュレさんが時々使ういわゆる弱者カードみたいな、そういうことですよ。弱者カード最強っつうね、うん、それを切るっていうことですよね、うんうん、80年代はその感じはないなかった。いや、それはなかったですね。ない、うん、いやだからね、やっぱりね、なんていうか、うん、人間がそういう意味じゃもっとちゃんとしたプライドを持ってた時代だったよなって思いますよね、うんうん、まあ、ちょうどその何もない、まあ、90年代以降っていうか2000年代以降のこの、 あの若者の感じとね、まあ、その70年代終わりぐらい、80年代前半ぐらいまでまだその全教徒の人たちが30代 の、 あの時代の、まあ、言うなれば、まあ、挫折はしたけれども何かがあったみたいな、大きな物語に向けて生きてたっていうような、あの感覚とのね、ちょうど中間のところっていうか、まあ、リエゾンっていうか、のりしろっていうか、その過渡期的な部分のところに、まあ、この過渡期が長いのかもしれないんだけど、分厚いのかもしれないんだけど、そこをあの総取りしたのが村上春樹。なるほどね、うん、まあ、だから春樹原作の映画もっていうのもあったけども、まあ、だからあの頃に小説も映画もなんとなくこう気だるい感じでね、まずその前世代の暑苦しさとか汗臭さっていうのをまず消して、ちょっとデオドランド して青春のデオドランドとかなんかしてね、青春のデオドランド、うん、脱臭して、それでまあ、ちょっとは おしゃれな感じに持っていくっていう、まあ雰囲気映画的なものになっていて、それがまあうまいこと商業主義と結びついたかなっていう感じですよ ね、 なるほどね。でもなんか80年代ってそのでも最後まだギリギリなんか自分たちにはやれるかもみたいな可能性みたいなのって監督なかったです。90年代になるとね、まあ、それこそ宮台さんとかが終わりなき日常生きるじゃないですけど、はい、もう要は大きな何かはもう起きないんだ、はい、完全に起きないから、うん、この終わりなき日常をみんなでもう生きていくしかないんだっていう覚悟に変わっていくじゃないですか。でも80年代ってまだなんか一発起こせるぞみたいな、うん、だから宮台さんみたいにね、あの時にもそういう言葉を与えられたらそうなってたかもしれませんけど意外とそうではなかった、まあ、一発大きなこととは思わないけど、まだなんっていうかね、なんかね、何かになりたいというよりはこのままでは終わりたくないっていうことの方が大きかった多分、うん、なるほど。まあ、で80年代に特徴的なものと一つで、まあ、大きな物語は終わってるという前提はあるんだけれども、まあ、それでもなおかつギリギリ残ってた大きな物語っていうのが、これ冷戦末期だったから、核戦争の後のこの世界をどう生きるか的な想像力だったんですよ、うんうん、なるほど。まあ、これはだから一番早くはオーストラリアで撮られた渚にて、うん、渚にて、あ、渚にてはもっと前ですね、あれですよ、だからマッドマックス、ああで、マッドマックスが出て、メル・ギブソンが
あの、まあ、そこの核戦争後の廃墟の弱肉強食世界を、まあ、いかにあの生き延びるかみたいなあのテーゼを出した後に、まあ、すぐに北斗の拳があのブルース・リーとあのイメージ合わせてあの作るわけですね、日本でメイドインジャパンで。であの頃はやっぱりあの漫画も演劇もあのそういうあのポストあのヌクリオウォーのね、そこをどうあの生き延びていくのかということで、まあ、かろうじて最後の大きな物語ということでみんなそこに集まってきたのかな、人気になったのかなと。安倍公房もね、箱舟 桜丸みたいなのを、ね、書きましたけれどもね。で、まあ、だからあのそのだから冷戦最後の時代の想像力っていうのはギリギリ働いてたのかもしれないんだけれども、まあ、やがてそれがあの、まあ、あの一回デタント挟んであのカーター時代のね、それからまたレーガンになってっていう流れかな、一つは ね。でそうこうするうちに冷戦も終わっちゃうからね、90年代にもう入っちゃうと。そうですね。でアメリカ一極支配みたいになってくると、もうそこでもう日本としてはあの切るカードも何もないと。まあ、そもそもその日本のこの政治的無風状態っていうのは、あのまあ、もちろんその全共闘があの自己崩壊っていう見方もあるけれども、あの、まあ、やっぱり本格的にこの、 あの今に続く対米従属の構造ができたのがやっぱり83年ぐらい、つまり中曽根政権の時からなんですよ。ローン安ですよね。ローン安ですよね。ああやってなんかアメリカと対等な関係っていうのを、まあ、ポーズでね、あの示したりはして、それは受けたかもしれないけれども、あのその実何のことはない、あの単に犬だった、犬になるっていう、うん、あの宣言であり、であの、うん、いわゆるあの防衛費の予算の GDP1% 枠も撤廃されたのはあの時期だし、うん、自前のミサイル開発とか武器開発っていうのも始まったのはあの頃だし、プラザ合意は85年だしっていうことでね、あのいわゆる産業界、あの経済界と、それから安全保障の問題でも完全にアメリカの依存体質に変わっていったので、うん、まあ、あとそこから、まあ、あの、まあ、反抗的な若者たちの思考停止っていうのが、あの以後の伝統になるっていうことかなと思うんですよね。ちなみにやっぱりその中で島田さんがこうやって作家としてデビューするときに、ご自分はやっぱ何を書こう、何なら書けるってやっぱり思われる。もうなんか普通にしてれば、うん、あの、まあ、春樹全盛時代だし、まあ、春樹はだから同時代の段階の人たちよりもあのワンジェネレーション下の私たちのジェネレーションに受けた人でしょ。で、まあ、彼が実質その、80年代のこの青春の、まあ、あのイメージというか、うん、ひな形を作って、でも我々がまあ追従していったわけだから、うん、まあ、私はだから、まあ、ある意味あの普通にしてれば、うん、あの春樹の2匹目の土壌っていうか柳の下 の、 あの2匹目の春樹っていう感じにあの引き目の春なっちゃうわけよね。ほっとけば引きって言うんですけど、あの2人目の春樹の感じで、ね、でまあ若い頃ね追随してないけどね、結局はまあだから ある意味、まあ、春樹本人よりはまあいけてたから、あのかっこよかったから、まあ、頑張ればもうちょっと売れたかもしれないが、まあ、しかしあの自分 の、 その同世代の人たちの立ち居振る舞いがもう完全にあの春樹的なものに毒されていて、それでもうあの好きに行ったりとか、あの夏で新島行ったりしてたわけですから、その何とも言えないあのみっともなさっていうか、ね、あのだからロシア語なんかやってたわけですよ。なるほど。屈折してる。屈折してるわけですよ、そこに。なるほどね。ちなみに監督にはそういう、まあ、今の島田さんのに対しての春樹的な立ち位置のなんか監督とかなんとかってあったんですか？いや、やっぱりね、その村上春樹に比するような監督はあの時代はほぼいなかったと思います。うんうんうん、だから例えば風の歌を聴けを映画化した大森一樹さんとかでも、うん、はいはい、それはみんなやっぱりプチ春樹であって、春樹ではなかった、やっぱり映画界ではなかったと思いますね。でやっぱりあのもっと言うなら映画がなぜダメになったかといったら、あの春樹的な空気を
映画では誰も体現できなかったんですよ、あの頃、多分、うん、なるほど、うん、なるほど、多分だから僕たち、僕なんかもやっぱり村上春樹一生懸命読んでましたからね、あの龍よりは春樹みたいな感じだったし、うん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 、じゃないですかね、なんかだと思います、なんかあの時にそういう人たちだから多分それはあの時にその時代を過ごした青山真司さんみたいなことになった時に、うん、青山さんは僕より一つ上だから当然出た時に嫉妬もあるから、うん、僕はそんな風には思わなかったけどやっぱりそうだったと思いますよ。だからもしそうだとするなら、春樹から遅れて十数年経って青山さんと岩井俊二じゃないですか。あ、まあ、岩井俊二はまあ分かるな、うん、きっと多分そう、多分そうだと思います。僕たちの時代にはなかった。なるほど、間違いなく。まあでも監督の中ではとにかくやっぱり若松さん。そうなんです。だからこれも本当にそのよくよく考えたらですよ、弟子にしてくださいって言った時って僕水のないプールとその弟子にしてくださいって言った当日に見た天使の甲骨と、スクラップストーリーの3本しか見てないので実はこんな今そんなやつがじゃあ井上さん弟子にしてくださいってお前俺の何見てるのうーみたいな結構ね実は書いてませんけど、もうあのそうだったんですか、映画を見るともう全部見てます的な、そう、うんうん、もうね、あの俺は手を汚す読んでこう若松さんが自作を語る、ああ面白いなこの2行で語られてるこのテロルの季節って何だろうみたいな感じだったんですよ。それはでも後から若松監督は知ってた、知ることになるんですか、実は見てなかった、あの頑張って若松プロにあるビデオとかこうやって打ち替えて持って見て知らん顔して見てましたからいやでもそんなもんじゃないかな、まあ、そんなもんですか、まあ、もちろんね文学の世界で、うん、での徒弟制なんてもうとっくの昔ないんだけど、うん、まあ、例えば飲み屋に行って あの古い様式だと中上健二だとこうなった時にね、やっぱり あんまり読んでないから、まあ、あんまり突っ込まれても困るなと思ってまずは小さくなってるよね僕のこの作品読んでるって言われたら困りますから、ね、でそれでなんか傑作だったのは、ね、あの野間宏、あの戦後のもっと、はい、あの重鎮のね、はい、野間宏とね二人っきりになっちゃったことがあるんですよまずいなとかなるべく目立たないようにして、あ君下田君とか言われちゃってそれでズバリ君僕の本なんか読んだことあるのとか聞かれてまあ一応短いのは読んでたので真空地帯は何なかすぎて読めなかったのででボロッと暗い絵とか崩壊感覚とかとか言ったらそしたら一応野間さん謙虚でああよかったって言ってでも映画を見てるとその若松監督と、はい、そんなにこう直接的な何か映画の指導とかあるいは映画について語り合うとかってなかったようにお見受けするんですけど、実際どうだったんですか？いやいやほぼないですよ。ないんですか？まあ、ちょっと全然ネタバレじゃないけど、まあ、僕が新幹線に乗ってついてって、はいはいはい、そこで映画の中で言うんですね、若松さんが映画っていうのはここしかない、ここしかないんだと、はい、最近はこうやったりこうやったりこうやったりって言って、ありましたね。でそれ僕その後5年半若松プロに行ったけど一回も聞いたことないですかあれ多分新幹線に乗ってついてったからサービスで行ってるだけですから。そうなんだ。もうあとは本当になんかずっと若松さんワイドショー好きでずっと昼間ワイドショーなんかそれに対するちょっと具体例はなんか思いつかないですけど、なんか言ったことを聞いてああこういう見方なんだと思ったことはありますけど、まあ、大した見方じゃなかったですけどねいやまあでもそれに基本的に徒弟制ってそういうもので、うん、いやそうですよ。私もだから大学院というところで教育を受けたわけですけど、うん、どういうふうに論文を書けばいいとか指導されたことないですから、でも別に僕はそれは正しい指導だと思ってるんですよ。手取り足取りでねこうやってこうやってこういうふうにして構成を作るんだよみたいな、そんなことは先輩やら先生やらから技を盗めっていうね世界で、ではまあはっきり言えばそれができない人間には適性ないんじゃないのっていう話だと思うんですよ。多分映画の世界もそういうことなんじゃないかと思うんですけど、本来の映画がそうやって助監督から何かっていうね、うんうん、まあ、その制度が助監督制度があるのは日本だけで、アメリカは別職種なんで、それがいい悪いはともかくやっぱりそれはそうだと僕も思います、うんうん、盗めみたいなことしかなかったし、うん、
だってなんか教えられて学校でやったら今映画学校でね、並んだ人みんな監督になりますからね。名監督ボンボン出てないとおかしいですけど、からね、そうなんですよね、うん、ただやっぱりね今の時代ってそういうものもちゃんとカリキュラム化して、まあ、みんなが学べるチャンスをみたいな話になるじゃないですか。なんかそれもおかしな話だなっていうか、なかなかね、あのいやまあこれもねはっきり言って対米従属なんですよ。そうですか。あの要するにアメリカのやり方ですから。でアメリカっていうところは、いやだから論文の書き方なんかもね本当にそうなんですよ。アメリカの大学っていうのはきっちりマニュアル化されてるんです、うん、それはなぜかっていうと、あの文化的背景が全然異なる人たちっていうのが全世界から来るから、それぞれのやり方があります、それぞれのやり方を許容しましょうって言うともうひっちゃかめっちゃでわけわかんなくなるんで、だからもうこれで やりなさい、これ以外の方法は認めませんっていうやり方でやってるわけです。でそれはだからある意味才能のない人でもそのマニュアルに従ってやってればある程度のところまでいけるっていう意味で民主主義的ですね。日本はね、まあ、そこではない。いやだからはっきり言ってそれに別に追随する必要ないんですよ。今どうなんですか日本の映画館って。どうだけどまあ見てればそれこそと言いながらやっぱ東京芸大とか映画美学校とか出た人たちが、まあ、ちょっと撮って、まあ、短編30分撮って評価されましたって割とそう道筋があるんで、うんうん、出やすくはなってます、うんうん、ただちょっとそれもいろいろ問題で、例えばそれこそ80年代に漫画と歌のレベルはまあ高いかどうかはそれだけで、うんはともかくまああったわけ で、それは漫画は紙と鉛筆、歌はギター1本あればできるから、うん、こう裾野が広いから頂点高いんじゃねみたいなことを僕は言ってたんですよ、はいはい、で8ミリはやっぱり選ばれたものなん でそれが今デジタルで撮れるようになってこうやって映画学校もできて、あの裾野は広がったと思うんですけど、なかなか頂点が高くならず裾野だけが延々と広がっていくなるほどね。だからやっぱりそれはねちょっとよくわかんないです、うん、ただじゃあ浜口竜介という人が出てね、あれを頂点だったらそれももうず立派な頂点じゃないかっていう考えもあるけど、全体を見てると僕はやっぱりそうは見えない。さっき言った、うん、で本来なら僕たちだったらなんだこれっつって若松さんにゴミ箱に捨てられた本がまあ今言っちゃえば普通に映画になってるわけですよ、うんうんうん、そのことの功罪というか財財はあるんじゃないかなと思う、はいうん、いやまあ石井さんと言ったこととちょっと似てると思いますけど、うんうん、あの大学でそういうその映画コースっていうかね、そういうのが学科としてあの出来始めたのがまあちょうど20年前ぐらいからですよね、はい、芸大とかあの東京芸大とか日大芸術学部とかね、いや僕のだからあの法政大学の教え子も大学院でそっち行った子たちにいますよ。それでね最初に あの日大の芸術学部に、はい、あの行った子がねこの悩み打ち上げに来る、聞いてくださいよってもうあのデジタルの時代なのにあのフィルムカメラの装填もなんか教わってんですよとか言って、ああそれもまたあの先生がそういう古い人だからかねとかなんとか言っててね、まあそうか、じゃあ基本的にあの確実に大学のカリキュラムの中で教えるものって言ったらあんまりないのかなと、まあ、あとは自発的にあの脚本なりを書いてこれどうですかと見てもらうとかっていうようなあのすごい具体的なね指導の仕方しかないのかなと、まあ、あとはだからあの東京芸大なんかでやってたのはゼミがそのままプロダクションになるっていうやり方ね、まあ、要するにそのどっかのゼミに入ると、まあ、あのゼミ内の中であの脚本君あのカメラ君とかっていうふうにしてあの、まあ、疑似プロダクションを作って、まあ、実際に映画も撮るという、まあ、あのかなりあの実務的な指導っていうのが あるかもしれませんけどね。ただあの面白いのはあのこれクラシックの音楽の世界もそうなんですけど、まあ、どっか あのオーケストラのね、まあ、監督になるとすると、まあ、もちろんその指揮 あの技術とかあの指導の技術っていうのも、まあ、あの高く評価されるんですけども、最近ではいかに金集めてくるかっていう、ね、まあ、プロデューサー的な役割ですかね。だからいろんなところに、まあ、ちょっとあの社長に頭下げながらそれで今度のコンサート あのサポートをお願いするとか言って、それであのかなり金集められるあのプロデューサー的な能力の持ち主があの割と優先的にあのメジャーオーケストラ の, あの監督な音楽監督
いや結構俺もんだよなと思うのは、あの昔から格言で、あの新聞っていうのはインテリが作ってヤクザが売るって言うじゃないですか。でその要するに新聞という世界がなかなかうまくいってた時代はそうだったと、ある人が言ってたんですが、いやそれは新聞業界だけに当てはまる話じゃなくて、あのすべからくそういうものだと、あのインテリが作ってヤクザが売るっていうのがビジネスモデルとして最強であると、スタジオジブリを見ろと、要するに宮崎高畑というインテリが映画を作って、でヤクザの鈴木敏夫が売るとで、いやだからやっぱりその作る人自身が集金するヤクザになっちゃうとまずいんじゃねえかっていう気がするんですけど、ね、その辺ちょっとね、まあ表現論というか文化論にもなってくると思うんで、徐々に皆さんエンジンかかってきて、まあそうなんですよ。だから実際あのね、まあ、今回あのアカデミー賞に劣ったあのオッペンハイマー、あれはほらあの監督がプロデューサー兼ねているんだよね。そうなんですよね。でそういうことも結構あの映画界じゃ多くなってるでしょう。まあその辺のね、まあ、映画の映画文化の行方、これ映画館という問題も出てくると思うので、はい、まあ後半の話も、まあ、あとはあのいわゆるクラウドファンディングっていう、これまたそのお金集めを素人もできるシステムが出来上がったので、まあ、そういうことが巧みな人なんていうのは、まあ、若い人にもいて、でそれで、まあ、あの結構金あのクラウドファンディングで集めて映画撮るっていうような道筋も、まあ、あってね。そうですね。だからいろんな、だから可能性は広がってはいるんだけどね。まあ、そうね。だからそれをまあ良しとすればなんかどう捉えるかというところもあると思いますが、さあ監督、あのここから先は会員限定コンテンツにしていこうと思うんですけど、その前に、まあ、はい、あのここまでのところは YouTube でどんどん回していこうと思ってますんで、はい、改めて映画に関して一言、例えば白井さんに書いてもらった公式ブックって、例えば水道橋博士だったり、芸術家の篠原克之さんだったり書いていただくんですけど、はい、そういう原稿依頼してないのにみんななんか自分のことを自分語りをしてくれるんですよ、うん、多分これ描かれてるのは映画なんですけど、例えばボクサーになりたい、野球選手になりたい、パイロットになりたい、まあ、全然もっと違うあのことでもいいんですけど、なんかみんな何かになりたかった頃の自分をに通じる映画だと思うんですよね、うん、だからちょっと本当にいろんな人に見てもらいたい、まあ、いつもあの若い人にって言うけど若い人にはなかなか届かないんですけど見てほしいし、もう一個は2と言ってますけど、これ1見てなくても全然関係ないんで、2ってつけてちょっとみんなに失敗したんじゃないかって見てねえよって、そうそう、まあ、ただね、なかなかインディーズの映画って2作られないんで、はい、まあ、それも2でいいんじゃないみたいなことだったんですけど、あのぜひ見てください、はい、ですね、僕もだからそのパンフレットに書いたんですけど、若い人たちはまあ、10代とか20代とか本当若い人たち、この映画を見ると開放感ってすごくあるんじゃないかなって思いましたね。本当にだから鬱になりがちな今の、子たちが見ると、あ、やべ、そんな鬱になんなくても全然問題ない、うん、ないぜっていう、ね、いや、もうあの10代の頃はね、思いっきりダサい時代持ってなきゃダメなんですよね、うん、これ本当にね、コピーセリフの中にもできるのは、ただで起きないために転べる、そう、これは何回か出てくるんですけどね、そう、もうね、本当それなんで、そういう映画なんで、うん、もうなんか今かわいそうですよね、なんか一回失敗しちゃったらアウトみたいな、そうですね、もう全然全然なんか僕なんて失敗しかしてないんですよいや本当にあの勇気をもらえる映画だと思いますので、ぜひとも皆さん、はい、劇場の方に15日あさってから全国順次公開ということになります、はいはい、さあ番組の方からいくつか駆け足で、インフォメーションやっていきますか。はい、じゃあ順番に出してください。まずはどれから出ますか。じゃんということで、休憩にこの後入って、その後は会員限定コンテンツです。はい、島田さんの新刊出てますね、散歩哲学、一言お願いします。あ、あの散歩したくなる本です、はい、はい、続いてはこちらです。じゃん、次は白井さんから、白井さんの新刊、はい、はい、正体見たりと、なるほど、いうことに、これを読めばバッチリ、日本の正体見たりということでございます、はいはい、さあ続いては番組の次回以降の予告です。
はい、次回がですね3月の21日なんですが、ちょうどですねレギュラー陣お二人の新刊が出揃ったということで、島田さんの散歩哲学とそれから白井さんの日本の正体2024の発売記念で、この回はですね全編無料放送をさせていただきますので、ぜひともエレベーションを知っていただきたいですし、お二人の新刊、読んでから参加していただけるとさらに話、深まるんではないかなと思っております。その後3月のですね有料放送の3回目が、信田先生が来てくださいます、はい、そして4月に入ってなんですが、これもうウクライナ戦争のスペシャリスト松里先生、あまりこういう番組にはお出にならないと思うんですが、僕の知る限りあれじゃないですか、最初なんじゃないですか、じゃないかなということです、うん、まあ本がものすごい分厚くて、いつ読もうかな、力作です、めちゃ力作力作ということでございます。さあそしてその後はですね4月の19日は番組2度目のご出演です。国分光一郎さん、今回はスピノザをテーマにご登場となりますので、今後のラインナップもお楽しみください。さあ続いてのインフォメーションです。次はどれだろう、私がやっているイベントですね、佐藤大治と月一でやっておりますライブも日本、今月の開催で151回目なんですが、今日も配信しておりますこの阿佐ヶ谷のクロチェットカフェで今回は配信をさせていただきます。ゲストはですねこの番組にも2回ほどご出演していただいている、望月磯子さんをお迎えして、ちょうど311から13年経ちましたので、日本の原発政策そして今の政治のあり方についてトークをしながら佐藤大治のライブたっぷり楽しんでいただきます。ぜひとも応援の方よろしくお願いいたします。はい、あとはごめんなさい、私主催のイベントが2つほどございます。宮台さんがですねこの春で退官なされるということで、宮台真嗣退官記念トークというのを一応4回私がやる予定でございまして、1回目はですね90年以降の日本社会と音楽サブカルチャーというタイトルで渋谷圭一郎さんと、あと批評家の西村幸さんをゲストにお送りさせて、 4回もやるんですか、大変ですね。一応その予定、まあ誰に頼まれてるわけじゃないんですけど、勝手になんか私がやっております。はい、現在チケット絶賛発売中です。こちらの方会場に来れない方は配信もございます。そしてもう一つです、この番組にも来ていただきましたジャーナリストの青木美希さんをお迎えしまして、これはですねあのアトミックカフェとそして私のとのコラボレーション企画でございます。13年目の原発ということで、ニュークイズオーバー原発事故13年目の現在地ということで、青木美希さんは、まあ、ご案内の通り原発を取材をずっとなさっているジャーナリスト、そこにですね今回はなんと清春さんと、そして作家の鈴木すずみさんという異色のお二方をお招きしてトークをさせていただきます。チケットが今週発売だったと思います、ぜひともこちらの方もチェック、会場に来れない方は配信の方もございます。以上でしたね、インフォメーション、はい、ということになります。じゃあ、5分ほど休憩をいただきまして、後半さらにディープの話をしていきます。5分休憩です。何やってんだこの野郎！すいません！映画館を作る。で、その支配人を頼む。え？冷たい！僕だよ！どうや？5人か。で、指示してください。バカ！俺の場所だろ。あーもういい、カチンコ貸せよ、貸せよ。お前もう外出てろ。よーいシュート。まだ見ぬ果てはどんな景色かな。転んでもただで起きないじゃなくて、ただで起きないために転ぶ。まだ見ぬ果ては、自主映画を映画館で描けるって確かにいいかもな。いや、ピンクもさ、才能の宝庫なんだよ。自分の中にあるものをこう、ドバーンって出す何か見つけないと。私になんて言ってほしいわけ。何があったか知らんなら何も言わないで。あんたお父さんに何言うの。敗者復活でいいじゃない。ほら、少年、飲め。期待してるぞ。よーい、シュート。景色からまだまだ見ぬ果ては映画って簡単じゃないんだよな。ゆけけ2度目の処女の方が良かったんじゃねえか。いいんですよ、この3本僕大好きなんですよ。あーでも入ってねえじゃねえか。これからですよ、これから。